ドラフト2023楽天戦力分析&指名予想一発。フェードロー野球チャンネル。楽天っぽいだろう。シール買っとこう。いやもういいよもうね。折り返していますかね。ほうほう、それ半分ぐらいいったかなと思うんですが、うん、楽天編、はい、早速やっていきたいと思います。はい、まずね、これ今日10月9日の朝の時点です。はい、全試合終了してないんですね。なるほど。ちょっとスケジュール的に今ここで、うん、あと1試合残ってますが、はい、やりたいと思います。はい、チーム成績はこちら。素晴らしいのがですね、うん、盗塁数なのよ。お102個。だね。ナンバーワンですね、うん、ちなみにこれが2位の総根セーブ、うん、こちらよりも22個多いと、うん、あの得点力っていうのはこういう方法で増やしてきたのかというので、2位でございますね、うん、得点力も513、素晴らしいです、うん、ただすごく心配なのがピッチャー。先発防御率 3.67 で6位、うん、救援防御率が 3.23 で5位というふうになってます、うん、あと救援防御率に関しては 3.23 なんでね、そんな悪すぎる数字じゃないかなと思うんですけど、まあ、パワーね、そう投稿だからね、パリーグ他のチームがいいんでね、うん、一応5位ということになってます。はい、はい、それでは先発ピッチャーの今シーズンの成績振り返っていきたいと思います。こちらです。あー、もうお兄さんばっかだね。あー増えてきた。則本選手、マーさん、うん、岸選手、うん、岸選手僕らより年上でしょ。新人の庄司選手よ。はいはい、もうこれは拍手あげたいなと、うん、我々セントポールの後輩ですけど ね、で、成績的にはエースは岸選手です。お9勝5敗防御率 3.07 と、うん、これがナンバーワンの数値かなと思います。で、則本選手と、まあ、マーさん、うん、23先発と24先発、うん、まあ、よう投げたなと、うん、特にマーさんに関してはね、7勝11敗防御率 4.91 と、うん、これで24先発してんだから。なるほどね。ちょっとこれ人手足りてないか、それとも契約の問題なのか。絶対投げさせなきゃいけないっていうね、ちょっといろいろと考えるところはあります、うん、で早川選手なんかも17登板、貯金は作れず6勝7敗、うん、なんですけども 96.2 イニング、うん、ちょっとまだ物足りないよと、うんうん、いう感じですね、うん、去年即戦力を5人取りまして 5P ドラフトと、うん、我々名付けておりますが、うん、なかなか生きてないのかなと。まあすぐにはね、すぐにはね、うん、なかなか、という感じでございます。はいはい、それでは中継ぎ陣、うん、成績はこちらです。松井裕樹選手っていうのはこれ何者なの。58登板防御率 1.60 39セーブ、すごいよ。まあ素晴らしいね、もう文句なしだね、うん、で他のピッチャーもね、内選手とか安楽選手とか渡辺選手とかね、非常に踏ん張ってます、頑張ってます、うん、なのでこの松井選手が FA なんでね、うん、一番お兄さん後ろの選手っていうのこれ全力ですよね。これマスト、マジか、間違いないね、これマストですね、うん、あとね全体的に少ない人数で登板数が非常に多いんですよ。鈴木選手なんて61登板だからね。そうか、うん、他にも50登板以上が多くて、うん、まあ、これ先発陣の先ほどの成績悪かったっていうのもあって回がかさんでるのかなと、まあね、そうね、いうのがありますので、下位で中継ぎ陣の即戦をまた多く取るのか、それとも先発を上位で取り切って、うん、このベテラン陣っていうのをちょっと中継ぎに配置転換するのかとか、あ、 なるほど、なかなか判断が難しい。あ、そうね、これだけだとかなと思います、うん、はい、それでは続きまして野手の成績見ていきたいと思います。こちら、お、得点力がアップ、うん、513で2位、うん、ただこれタイトル争いしたのは浅村選手だけだからね。ああ、そうね。26本。うん。で、他がね、いいわけではないんですよ、数字が、うん。なんだけど、むちゃくちゃ悪いかって言われたら別にそういうわけでもないよね。まあ、パリーグ全体がね、さっきも言いましたけど、投高打低だから、うん、数値的にはやっぱりちょっと一見悪く見えるけどね。悪く見えるけど、まだ盗塁とかをしっかり増やして、うん、得点力っていうのが非常にうまいことね。そうね。得点巧者というかね。うん。うん、この数字でね、UZR なのよ、うん、これかマイナスの選手がね、ほぼ、あ、ショートの村林選手が 6.9 になってるけど、ここはマイナスなのよ。あ、このあたりは改善していかないとダメだね。そう、この辺も、失点多いのはピッチャーのせいだけじゃないよと、うん、言わざるを得ないかなと思いますね。はいはいはい、次まして、年代別のバランスシート、うん、チェックしていきたいと思います。こちらです、まあ、ピッチャーね、まず、うん、去年即戦力5人取りましたけど、はい、30歳オーバーの、ね、主力が多すぎるんじゃないかな。逆三角形だよ ね、 そうね、ちょっとこのバランスを見る感じ、本当は高卒投手っていうのを、ね、2枚3枚ぐらい取りたいかなと。難しいな、一番楽天が入れ替わり難しいね。難しいね、だんだんとやっていかんといかんのかなという感じですね。
そして野手、外野手がね、大卒社会人即戦力ラインっていうのを埋めてもいいのかなというバランスシートになってますね、うん、あとは高卒なんかも前田吉野ペアね、うん、ドラフト上位で取りましたけども、うん、その辺をどう判断するか、うん、まあでも言うてまだ2年目3年目とか、そうだね、だから判断難しいと思うんだけども、うん、今年さらに補強してくるのかっていう感じかな、うんうん、そして最後に、高卒の内野手、特に左打ち側ちょっと少なかったりするんで、ご縁があれば、うん、取っときたいんじゃないかなという感じですね。なるほど、はい、それではいよいよ本番、はい、鬼の門伝指名予想入っていきたいなと思うんですけども、うん、まずねドラフト傾向を見ていきましょう、はい、第1の入札ね、うん、最初の入札は高校生好きね。ああそうか、あ男子高校生大好きですよ。お過去10年分見たらね8人が、おお多いね、まず高校生おいってんのよ、で続きまして外れた場合ね、うん、第一入札が、はいはい、基本的にずらしたりするんだよね。ああなるほど、うん、まあ同ポジション同年代に行ってる時もあるんだけど、うん、基本的にはずらす傾向にあるのかなと。じゃあ評価順ってことだね。評価順だね、うんうん、そして3つ目が、投手ドラフトなのか野手ドラフトなのか、偏りがすごいと、ね、本当ね、これはファンの方もコメントいただいたりするんですけども、うん、去年がピッチャー偏ったドラフトだった、うん、じゃあ法則的には今年野手ドラフトのはずではあるんだよね。なるほどね、うん、まあもうバランス取った方がいいと思います。そうね、そして最後に東北出身の選手っていうのは割と優遇というか、はいはい、積極的に指名しようという傾向はあるのかな。あ、それはあるね、うん、いう感じでございますね。はいはい、はい、それでは続きましてスカウト情報、うん、あんまねスカウト会議の情報がバンバン出てるわけじゃなかったんだけども、直近で言うと8月26日、うん、順位付けはせずにドラフト指名候補の一覧を再確認したと。お、仙台育英山田、うん、山形中央武田らが含まれたと。あ、まあ東北勢、うん、この程度の情報なんよね。ああなるほどなるほど、秘密裏に行くみたいです。ああ楽天そうか、あんまり情報を出さないスタイルかもしれんな。なるほどね、うん、ただ熱いコメントで言うと凛太郎選手なんかはね、あもうアイラブ凛太郎と、あいうスタイルは間違いないのかなと。楽天は当てなきゃダメですよ、モンデーさん。いやそうね、僕らが最初に始めた投資ね散々やられましたから。今日でやられたんだから吉野くん。いや本当に赤が似合うっつったらちょっとエンジの方行っちゃったんだから、うん、はい、それでは行きましょうか、はい、楽天、うーん直前ですがドラ1入札予想は、うん、佐々木麟太郎か。出せば間違いないね、志望届出せば間違いない、ドラフト傾向なんかを見ても、うん、セーブぐらい間違いない。ああそうだね、ただ分かんないんで、うん、出さなかった場合お東洋大細野投手、あさわね、これちょっと自信あるよ。おう、うん、他の選手もね基本的に楽天あんまコメント出してないのよ。まあそうだね、常廣選手とか、うん、見つけても1件とかだったんだけど、うん、細野選手だけ異常に多いのよコメント数が漏れ出ちゃってる、漏れ出てんだよちょっと聞いといてみたい細野本気なんだけどっていう。で俺はね去年の庄司選手の指名っていうのが一つ、あーなるほどね、鍵になるんじゃないかなと、うん、ポテンシャルがあれば、うん、大学の時コントロール悪くてもグーです、いけるぞと、いけるぞと。これね放送の選手コントロールちょっと悪いのは関係ないぞと、確かにね、いう判断になるんじゃないかなと思います。そして二つ目ね、はいはい、優先順位で言うと即戦力投手もう一枚お行きたいんですけど、お去年の5人即戦力取ったっていうのもあって、さすがにここは、うん、ケルベロス、ああね、打てる内野手、順位大事だね。うん、3位フィニッシュになるのか4位フィニッシュになるのか、あ、ね、取ってる段階では分かんないんですけど、うん、ケルベロスプラス宮崎選手なんかもね、打てる外野手、1番2番打ってくれるよっていう外野手、ケルベロスプラス宮崎っていうのはちょっとあるじゃないかなと。まあそうね、うん、ああなるほど、やっぱり似てますねどの球団も。いやね、どうしてもね、そうなんだよな、だったら1位でいかんとっていう球団出てきますよ、出てくる、はい。そして3人目、はい、優先順位で言うと高卒のピッチャー、ここで1回、いいの取っときたいなと。ああまあね、いうふうになるんじゃないかな、ここら辺で消えてくるからね。そうまだいるんでね、高卒ピッチャー3位とかこのラインだと、うん、そして優先度3つ目、これも4位から6位7位とかまで、うん、もうできるだけ即戦力ピッチャーああなるほど、取れればそう厚くして、で楽天ってねまだね、あの戦力外の情報出てないんですよ。難しいよな、おそらくドラフト後に大量に投手の入れ替えが起きるんじゃない
かなと。まあね、楽天難しいのはみんな、なんて言うんだろうな、戦力外になるほどかっていう成績じゃないところがな。そうそう、20登板してるピッチャーって結構多いのよ。そこを入れ替えが無駄な難しいんですよ、毎年ね。ちょっとこの下位っていうのはピッチャー2枚とか取りに来るんじゃないかなとは思います。なるほど、ね、ちょっとこのピッチャーの数字がね、特に先発陣が不安なだけにね。まあ確かにね、うん、という楽天の予想でございまして。はいはいはい、どうですか、海田さん。あ、まあね、野手を行くなら、まあそうね、どういうポジションを行くのかっていうところだね。皆様からのコメント、いいね、お待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。松井裕樹さんは奪三振率 11.34。 いや、ベアボイ高いよ。高校の時と変わらんで、これ多分あと、マーさんってやめて。え、マー君だから。あーいかんはフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。